視聴者さんに聞いた今すぐ着たいアウターは何ですかというご紹介していきたいなと思います。インスタグラムの方でアンケートこのように取らせていただきました。意外と一番この声が多かったっていうのが何なんかと申しますとですね、はい、本日はですね視聴者さんに聞いた今すぐ着たいアウターは何ですかというご紹介していきたいなと思います。ということで、インスタグラムの方でアンケートこのように取らせていただきました。そしたらですね皆さんいろいろ答えていただいて今着たいのこれですよっていうのをね教えていただいたんでこちらご紹介していきたいなと思います。まず一番最初っていうのがですね意外と一番この声が多かったっていうのが何なんかと申しますとですね、メンズ大好き女子大嫌いのバブでございます。まあ、女性でもね最近は着てはる方がいらっしゃったんですけども増えてきたんですけど、これってねめちゃくちゃねむずいんですよね。っていうのも色味的にちょっとなんて言ったらいいん、このヴィンテージ感のあるような雰囲気になってくると思うんですけど、これ僕ね一応パーソナルカラー持ってるんだけど、パーソナルカラーの観点からしてもこのヴィンテージ感って年がそれば取るほど30代40代50代になればなるほどシワできるじゃないですか。で顔にヴィンテージあるのに服もヴィンテージになったらボロになるんですよね。だからその相性がめちゃくちゃ取りづらくて一部似合う人もいてるんですけども、基本的にはそれはイケメンやからとかかっこいいからとかそんな関係なくて、そのあなたの顔に合う色っていうのがあるので、それによっては似合う人も中にはいてるんですけど、基本的にはどんだけイケメンでも顔にシワができてきて服もヴィンテージっぽかったら、ちょっとヴィンテージかけるヴィンテージはイコールボロっていうことになりますので、ちょっとまあ難しいんじゃないかなと。逆に言うと若い人とかやったらパリに顔がハリがあるから、まっさらの状態にヴィンテージが合うともう掛け合わせめちゃくちゃかっこいいんですけど、なかなかちょっと難しいよねと。ただまあ僕の視聴者さんはねこのバブアを気に入ってはる方が非常に多かったです。で僕自身はねこれも 3,4 年前に買って、全く着ておりません。全然経年変化も何にもしないという状態になっておりまして、今現在は寝かせバブアになっておりますね。もう完全寝てる状態になっておりますので、まあ、もしかしたらこれがいずれ自分の子供とか孫とかにねこのデッドストック状態で渡せるかもしれませんので、このまま一旦保管しておきましょう。ちなみに別注バージョンも僕持ってて、別注バージョンはこれはプライベートで着るようにはします。経年変化出したいので。それがですね、まあ、以前も動画で紹介したかなと思うんですけど、バラクータ×バブアというモデルになっておりまして、このモデル、まあ、2つ掛け合わせたのにめっちゃコスパええやんっていうモデルなんですけど、これはねちょこちょこ着ております。ちなみに今日は出勤の時この格好で出勤してリュック持ってきました。なんか僕自身もちょこちょこは着てますけど、そんな感じになっておりますね。で次がプチプラで十分なんでプチプラ動画希望ですということでね、いただきました。確かにプチプラも物によってはめっちゃいいやつあるんですよ。で物によったらそりゃこの値段やわっていうやつもあるんですよね。だからその辺をちょっと見極めながら、紹介したいなと思いますのでお楽しみください。で次ルイスレザー、やっぱレザーの方もいらっしゃって、ルイスってこれ今20万超えますよ。だけどねそれをルイスレザーって何メーカーの方が書いてらっしゃったんで、皆さん持ってはるんでしょうね。で今回面白かったのがこういうクラシックなイギリス系のアウターが結構多かったんですけども、意外とノースフェイスのマウンテンライトジャケット1着も入ってないんですよ。あんだけ僕もノースフェイスのマウンテンライトジャケットでこう皆さんに認知していただいたり、ちょっとだけこう知っていただいたっていうぐらい、僕にとってねゆかりのあるジャケットなんやけど、全くそれが票入ってこへんかったっていうのが、まあ、今の時代を反映しますよね。あんまりこうゴリゴリのアウトドアじゃなくて、あえて今クラシックにちょっと走ってるっていうのもね多いんじゃないかなと思います。まあこのルイスレザーはこんな感じで、まあルイスといえばこのダブルですよね。こうダブルでこう合わせるタイプになってて、なんか他にもね革ジャンのコーディネート希望しますって言ってくださった方いらっしゃるんですけど、まあ革ジャンに関しては基本的に、まあ、ジーパンも履きますけど、まあこういったブラックで行く時もあるし、あとまあ絶対合うのはこれグレーですよね。グレー系は絶対合うし、であともう一個言うならウールのパンツもね今年ちょっと挑戦してみようかなと思ってます。でもともとルイス自体がアメリカじゃなくてイギリスなんで、イギリスで考えるとウールのパンツにルイスレザーって絶対相性いいんですよ。でまあそれでほんまを言うとブーツなんかも、まあ、イギリスっぽい方が、まあ、マーチンとか合わせるとよりかっこいいんちゃうかなと思いますけども、まあ、そんな感じもねちょっとやってみようかなと思っております。まあこれはね結構そこそこ着てるからね、この腕のとこ見てください、もうシワが出てきてるでしょ。で特にどんな時着んのっていうと、バイクの時着たりとか、あと居酒屋行く時とかに結構着てるんですよね。友達と飲みに行く時とかで、居酒屋ってなんか当たり外れあって、ハスレーの窓際行ったらめっちゃ寒いんですよ。でめっちゃ寒い時とかでずっと着ときたいんやけど、着とくジャケット、あレザーあるやんと思ってレザー着てて、これやったら匂いもつかへんし、タバコ誰に吸われてても匂いつかへんし、居酒屋の匂いもつかへんので、これを結構着たりしております。で他のお声がですね何かというと、あレトロ X ですね、こちら。まあ、これもねやっぱりずっと売られ続けてるほんま定番のアイテムなんで、お好きっていう方も多いかなと思います。っていうか多分僕の動画見てる人やったら誰しも一回は通ってんじゃいます。でその後あ自分に合わへんから売ったとかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その売った人の話聞いたらね、なんで手放したんですかって聞くと、大体皆さん言うのはフリースの割にはごついって言うんですよ。フリースってもっと中間着としても着たいから、まああんまごついの求めてなくて、あんま自分の用途に合わんかったんです
ますっていう人もいてれば、あとちょっと可愛くなりすぎるから年と合わへんって言って辞める方も多くて、確かにレトロ X って 20、30代の方は結構まあちょこちょこ来てあるんやけど、やっぱ50、60とかになってきたらちょっと減ってきて、どっちかってレザーとかね、こういう方が多くなってくるので、レトロ X は1回はみんな通んねんけども、なんでか知らんけど気がついたら手放してるジャケットなんですよ。これまか不思議なパタゴニアの七不思議っていうことでよく言われたりもするかもしれないんですけども、そういったジャケットになってると。で次のお声がですね、わけわからずレっていうのがあったんですけど、この人のアカウント見たらレトロ X ってか次のとこであるから、多分レトロ X って打とうと思ってレで送信しちゃったんでしょうね、多分それでしょう。でラファーのアソスって全くわからない、カーディガンも教えてください。僕ほんま知りたいんですよ、買いたいから。カーディガンでおすすめあったら教えてください。ちなみにジョン・スメドレーはなしでお願いします。ジョン・スメドレーのカーディガンも知ってるんで、それ以外でなんかいいのあったら教えてください。で他にはジャパンメディアロンティーって言っていただいて、まあ、これ販売してないんですけど、以前多分購入していただいたものかなと思うんですけど、まあ、僕今これ着てるのは来年復活モデルなんですけどね、ちょっとコットンを、いいコットンにさらにもうバージョンアップさせたやつなんですけど、そういったやつがあったり、あとまあやっぱ革ジャンとかありましたね。あとねアトムもありました、アトム AR。 ただ皆さん気をつけていただけたら、今年からアトム AR っていうやつがなくなりました。でアトムはアトムフーディーっていう名前に変わってます。で僕自身も実際触ったんですけど、イメージとしてはアトム AR ではなくてアトム LT に近いのが今現行のアトムフーディーです。だからアトム系列で続いてるから、これ AR を継承したんかなと思って見たんですけど、どうやらワトはちょっと減ってるっていう感じなんで、まあ LT に近い、ライトに近いような感じ、より軽量になったような感じなんですけど、まあ、そういう印象かなと。でこの AR の良さって中綿の割に結構ワタ入ってるところが良さだったりするんですけど、まあ、これが今もうちょっとなくなっちゃってるっていうことなんで、まあ、もうちょっとワタの、薄い感じなんですかね、アトムフーディーということで、まあ、セレクトショップなんかでも出てると思いますので、興味ある方は見ていただければなと思うんですけど、これも使い勝手めちゃくちゃいい。っていうのも、まあ、こういうGパンとかとは合わへんとしても、ちょっとアルパインライトパンツとかね、ノーセースのそういうのと合わせたらもうめちゃくちゃ合う。もうそれでちょっと買い物とか行ってたら、めっちゃあのお父さんスタイリッシュやんと。しかもこういうショート丈の細いパンツ履くとよりスタイルがよく見えるんですね。で丈が長くなればなるほどスタイルは隠せるんやけど、隠すってことはよく見えへんから、まあ、ショート丈に下げすればするほどよりスタイリッシュさは出るし、パンツも細くすればするほどよりスタイルがよく見えるので、もちろん流行的にはねオーバーサイズにいった方がいいかなって個人的には思うんやけども、まあ何でもかんでもオーバーにする必要ってあんまないかなと思うので、そのスーパー来てる時にダボダボしてどないすんのってことじゃないですか。でスーパーでも戦場ですよ。あの大阪とかやったらたまにカート持って逆走してるオーバーハンドがいてますから、もうそんなんに当たるからね、オーバーサイズのが来てたら擦れますので、前もスーパー玉での1円セールに群がるおばさんたちの話しましたけども、そういった時にも頑丈になるのが、まあ、アークテリクスですよと。多少こう擦ったりしてもゴアテックスは破れませんよとか言って言いましたけど、まあ、これはゴアじゃないのでね、スーパー玉で逆走された場合には当たったら破れる可能性もあるということになっていますし、あとまあ今年からこれはなくなりましたよということなんで、皆さん気をつけていただきたいなと思います。でもまあこれはほんまにねめちゃくちゃ完成された中綿ジャケットやったんで、まあもったいないなとは思うんですけど、まあなくなりましたね。なんやったら僕はもう作ろうかなと思ってます。そして次がですね、タクゾーさんを着たいっていうのがあるんですね。これは一回スルーしておきましょう。で次がですね、アークテリクスっていうのがあります。アークテリクスね、同様にありまして、僕ちょっとなくしたんかなと思ったんですけど、見つけました。これね、ベータジャケットっていうジャケットですね。これが多分ね、今アークテリクスのゴアテックスのジャケットでは一番これが定番モデルになってるんですけど、ただアークテリクスはね一回買ってもねすぐモデルチェンジするんですよ。だからもう定番を追い続けたらきりない。あの電化製品と一緒なんですよ。もうアークテリクスイコール冷蔵庫やと思ってください。冷蔵庫って毎年新作出るでしょ、洗濯機も。だからもうあれ追い出したらきりないんですけど、もうアークテリクス全くでしょ、また変わったんかい、またゼータからベータなんて、ベータからなんか次はアトムが、アトム AR からアトムフーディーに変わってって、もうわけわからないから、もう追い出したら終わり。これがアークテリクスということになっております。これがね、まあ巷でよく言われるアークの七不思議っていうことなんですけど、次行きたいなと思います。ノーセースの、まあ、バルトルライズジャケット、まあ、これもね結構定番のやつかなと思いますけども、次回ねダウンジャケットで最強のダウンジャケットなんですかっていうアンケートも取ってるので、まあ、それはお伝えするとして、まあ、今回ダウンちょっと省いておきます。デサントのオルテラインフレアスっていうやつで、アーバンリサーチドワーズのダウンが気になりますということです。まあ何のダウンか分かりませんけど、なんかアーバンリサーチのダウンですね。でアークテリクスの空のフーディ、これもね僕買おうと思ったんですけど買えない。もうアークテリクスマジで買おうと思っても買われへんくて、もうなんか買い占めてる人がいてるんですかね、で転売してるみたいなんでほんま買えないんで、まあ僕もええかなと思っても買ってませんけどもね、そんな感じです。で次が、バラクータオアカバーオールって書いてますけど、バラクータはねこれもまあ同様にイギリスのジャケットですけども、まあ、このあたりもね絶対なくならんよねっていうような、モデルですよね。このバラクータの G9 もそうやし、ルイスもそうやし、バブアもそうやし、まあ、レトロ X もそうですけど、もう息子孫に引き継
すぎるジャケットは何って言われたらこの辺りも絶対出てくるので、まあ、自分がとりあえず買ったと似合わへんかったとしても受け継げることはできるよねっていうようなねジャケットになってるんかなと思います。まあ、ちなみにこれはあの女子に聞いたインタビューの時には評判悪かったですけどね、まあ、それは僕が着たから評判が悪いわけで、まあ、これケン高倉も着てますから、ケン高倉が着たらめっちゃかっこいいし、ジェームス・ディーンとかが着たらめっちゃかっこいいんですけども、あのタクゾーが着たら全然似合わんかったっていうことなんで、お許しください。でそれ以外にやったらですね、やっぱりバブアーとかね、ノーセーションパープルレーベルのジャケットとか、あとまあジャパンメディアのブルゾンのカーキとかね言っていただいたりしております。で、あ、残念、アトムエアール今年ことゲットしたいって書いてますけども、アトムエアール出ません。アトムフーディーになっておりましたんで、おそらくエアール出てないかなと思いますけども、もし間違ってたらコメント欄お願いします。ジャパンメディアのコーディラブルゾンとフリース狙ってますって言っていただきましたけど、コーディラブルゾンの方がですね、もうカーキ先の方もそうなんですけど、もう完売しちゃったんですけど、12月8日に1回在庫復活するので、そこで買えなかったらちょっとしばらくないかもしれないんですけど、12月8日狙ってみてください。カーキも復活しますし、新色のブラウンも出てきます。で次、ジャパンメディアの白シャツ一択でしょうと言っていただきました。白シャツはね、この着てる感じがこんな感じなんですけど、今年ね出たばっかりのモデルなんですけど、白結構使えるんですよ。だからね、僕もねちょこちょこ白着たりしてるんですけど、ハワイにもそれこそ持って行ったりしてましたけどもね、ありがたいこと言っていただきました。でジャパンメディアのブルゾン、また言っていただいたんですけど、これもね12月8日に再入荷しますので、多分この方は持っていただいてる方やと思います。ヨンキョンさんっていう方は僕も分かる方なんで、多分持っていただいてるかなと思います。で次、大人っぽいニットのカーディガンを着てみたいです、おすすめお願いします。逆に教えてください。僕カーディガン教えてくださいって春から言い続けてるんですけども、教えてください。ほんまにピッとくるのがないので、ピッと着たらパッと買うので、よろしくお願いします。で次、高田さんのフリースです。ありがとうございます。あのフリースもね、もう今一回なくなっちゃって、今年最後の入荷が多分おそらく今頃されてると思うので、それが過ぎてるともう2024年の秋までないです。だから約1年後までもうないっていう状態なんで、申し訳ないですけど、また見てください。下から多分見れると思うので。でレトロ X オアマウンテンジャケットとかね、やっぱりこれですよね。いくらノースフェイスが下火になって、どんだけ人気ないブランドになったとしても、僕は言い続けますよ、マウンテンジャケットだけはもうラオウのごとく最強やって言い続けるぐらい、もうこれはマジで完成されてるんですよ。でマウンテンジャケットっていろんなこのメーカーとか出してるかもしれないけども、もう関係ない。とにかくノースフェイスが一番で、もうこれ以上のものがないし、これがもし抜かれる時が来る時はもう昇天する時です。一辺の悔いなしって言うと思います、あのノースフェイスがね、っていうぐらい完成されたジャケットになってるんじゃないかなと。だからたまにね、僕の動画見てね、僕の地元のやつが連絡してくるわけなんですよ。なあなあタック君って、あのマウンテンジャケットって買った方がいい？黙って買えと。もうとにかくこれはもうノースフェイスが何年経とうがもう最高傑作のものやから、これ以上のもの出てこえへんから、とにかく黙って買えって言うんですけど、それぐらいね仕上がってるジャケットじゃないかなと思います。でまあ僕、完全にこれは僕個人の話なんですけど、カラー的に僕の似合う色をこれチョイスしてますけども、ちょっとオレンジはなかなか難しいというか、あのパーソナルカラーって4シーズンあるんですよ。春夏秋冬ってこの4つあって、 25% ずつ分かれてるわけではなくて、だいたい一番夏が多いですね。夏の人が多くて、夏ってどういう色っていうと、まあブルー系の色なんですけど、で逆にこれってオレンジって黄色系の色なんで、黄色系の色味ってなってくると、特に秋なんですけど、秋がね一番少ないんですよ、日本人の中で。で僕一応秋なんですけど、秋の人はこういう色、くすんだ黄色系の色が似合うので、マスタードとかからし色とか、ね、そういう色が似合うんですけど、基本的に日本人が多いのがブルー系なんで、ブルーのシャツとかブルーのジャケットとかデニムとか、そういうのが似合いやすい。ブルーのデニムが薄くなった色とかも似合いやすいので、まあちょっとその人自身当ててみないと、カラー当ててみないとわからないんですけど、僕も今まで診断した中ではやっぱ夏の人が圧倒的に多いっていう印象です。僕の弟もね夏なんで、もし自分が夏やなって思う方はね、まあたまに弟出てるので、弟のやつ見てもらったら、ナンガのホワイトレーベルなんかも白のジャケットにめっちゃ似合うんですけど、あれはもう夏特有の色なんですよ。僕全く似合わへんから、全然やっぱ人によって似合う色が違うんでね、見ていただければなと思います。なんかねネットとかでもね、簡単にちょっと診断できるぐらいのはあるんですよ。参考程度になるかなぐらいのはあるので、そういうの見てもらったら、なんか髪の色とか肌の色とか目の色とかね、そんなんで分かったりします。で次がですね、最後の方になりましたね、ナイロンジャケットとかね言っていただいたり、まあこれも一応ナイロンジャケットはナイロンジャケットなんですけど、最後レイジージャケットって書いてますけど、この人のアイコン見てください。この人のアイコンもレイジなんですよ。だからレイジパパなんですね、この人は。レイジパパっていうことなんですけど、実際問題、僕自身もね長崎でこの人とお会いしたんで、その時もこのレイジ着てありました。だからレイジが多分とにかく気に入ってるんですよね。でそれで言うと、実はこの派手なジャケットって誰にでも結構合いやすいんですよ。っていうのもなんでかというと、ブルー系の色も入ってるし、黄色系の色も入ってるから、あのブルベのブルーベースの人もイエローベースの人もどっちも合う色なんですよ。だからこんな派手なジャケットって思うんやけど、意外と誰でもいけるっていうのがね、このジャケットになっております。まあこっちの方がちょっと落ち着いてるから、同じオレンジ、ノースフェイスの
のオレンジでもこのちょっと落ち着いてる方に行った方がいいんちゃう、こっちちょっとパキッとしすぎてんちゃうと思ったりするんだけど、意外とこっちの方がちょっと限られちゃうので、これはねどっちも入ってるからね、どっちもいけると。まあそれ言うとバラクータもそうなんですけどね、これも完全にもう似合う人と似合わない人がはっきりする色なんですよ。でこの紫もそうなんですよ、似合う色と似合わない人がはっきりしてるんですよ。これ夏の人は絶対似合わない、もうどうやっても似合わないので、僕の弟とかも似合わないようなジャケットなんですけどね。はい、ということでね、皆さんからね今ちょうど着たいものっていうのをねご紹介させていただきました。まあ僕自身も着たいなと思うものがあったりもしますし、それとはまた別で家のクローゼットに眠ってるけど、あこれ着ていきたいなみたいなのもあったりするので、まあ、またそれもね紹介できたらなと思ってますので、今回は、ね、皆さん協力いただいてありがとうございました。ということで本日はですね、今すぐ着たいアウターは何というのを視聴者さんに聞かせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。